ザルツブルクモーツァルテウム大学は、オーストリアのザルツブルクにある、国立大学。1841年に創設された音楽と、舞台芸術のための総合芸術大学である。世界的にも有名な音楽教育機関であり、多くの著名音楽家を輩出している。1998年以前は、候補修例と呼ばれていたが、オーストリアの教育改革の一環で名称が、 ウニベルジテートと変わった。しかし、教育機関としての内容が劇的に変わったわけではなく、モーツァルテウムの規模と教育内容は、隣国ドイツでいうところの方々修炉に相当する。1816年、ザルツブルクは、オーストリア帝国に併合された。時の皇帝フランツ一世は、ザルツブルク宮帝管弦楽団の再編を望んだが、経済的な問題から実現しなかった。 その後もドームを中心とする宗教儀式にオーケストラはアマチュアとして演奏していたが正式な音楽教育の期間がなかったため楽器の習得は個人的な指定関係に頼るほかはなく後継者不足に悩んでいたこのような状況の中1841年にボルフガングアマデウスモーツァルトの没後50年を記念して大聖堂音楽協会とモーツァルテウムがザルツブルクに 設立された。設立には、フリードリッヒ・フィルスト・スーキ教の援助のもと、モーツァルトの未亡人であるコンスタンツェ・ニッセンも加わった。コンスタンツェは、息子のフランツクサーバーを、モーツァルテウムの学長に推薦したものの、委員会はこれを拒否した。理由は、息子が国際的な活躍をしていないこと、また健康上の問題もあった。なお、 コンスタンツェは1842年3月6日、フランツクサーバーは1844年7月29日に死亡している。ちなみに、モーツァルトのもう一人の維持カール・トーマスは、父、モーツァルトの遺産の多くをモーツァルテウムに寄付するなど、モーツァルテウムの発展に貢献をしている。1842年9月4日に開催された、モーツァルト音楽祭が、モーツァルテウムの最初の事業である。 レジデンツのカラビニエーリホールで開かれたこのコンサートはモーツァルトのレクイエム K626 ミサ曲派単調 K417D が演奏された他クサーバーモーツァルトが父モーツァルトのピアノ競奏曲第20番に単調 K466 の独奏を演奏しているその後モーツァルテウムは1914年に音楽院となり現在の大学に至る 専門教育機関として発展している。また1880年、ザルツブルク市民により、国際モーツァルテウム財団が設立された。こちらは、モーツァルトの国際的研究機関としての活動を続けている。モーツァルテウム管弦楽団は1841年、前述の大聖堂音楽協会とモーツァルテウムとして設立され、主にドームでの宗教儀式のために演奏していたが、 1939年に大学に一旦吸収された。しかし1958年、ザルツブルク州とザルツブルク市により再興され、プロオーケストラとして独立した活動をしている。モーツァルテウムの名前は、もちろんのこと、ボルフガングアマデウス・モーツァルトにちなんでいる。芸術の神ミューズから、ラテン語風の語尾変化で、博物館、美術館という意味の言葉、英語のミュージアム、 ドイツ語のムゼウムが生まれたように、モーツァルトからモーツァルテウムという言葉が作られた。およそ、モーツァルトを記念した建物、モーツァルトの集うところという意味である。モーツァルテウムは、1914年に音楽院、1931年に帝国音楽大学、1945年に音楽短歌大学、1953年に音楽と舞台芸術のためのアカデミー。 1970年に音楽と舞台芸術のための短歌大学1998年にザルツブルクモーツァルテウム大学と正式名称を変更している。ベルンハルト・パウムガルトナーは1917年から1938年、そして1945年から1959年までモーツァルテウムの学長を務めた。日本で楽団の帝王とも称される指揮者。 ヘルベルト・フォン・カラヤンもモーツァルテウムに11年間通った卒業生である。ありがとうございます。